どうもそこは、奥チャンネルだーん。今回なんですけども、273回ビンゴ5の解説やっていきたいと思います。でー、はい、と今回なんですけども、273回のビンゴ5、これはね、一味違うんですよということで、珍しく大阪抽選でございますね。で、去年は確かコロナもあって、ちょっと東京抽選中心にやっていて、まあ大阪抽選ちょっと少なかったよねというような感じなんですけども、ちょっと久しぶりに来ている。そして皆さん、大阪抽選を侮らないでね。はい、なんですけども、これなぜか。要は同じ機械を使って同じ玉も使ってるはずなんですけども、ただ、まあ、もちろん東京用と大阪用があって、大阪用の方が稼働が少ない。そう、よくありますよね。バイクなんかでも当たりエンジンとか外れエンジンみたいな感じで、要は回転数が違ったり速度が違ったりするものがあるので、まあ要はどれぐらい使われていて、どれぐらい使われてないのっていうと、大阪抽選の方が使われてる回数が少ないので、ちょっと通常と違う動きするよね、違う番号出ちゃうよねみたいなことがあったりする可能性があるので、今回ですね、大阪抽選のデータを中心に集めさせていただいて、ビンゴ5の解説やっていきたいと思います。では早速ですね、動画解説やっていきたいと思います。企画戦金、はい、では行きましょう。まずはですね、私考案しております必ず当選する買い方セパレート購入法、こちら、まあ毎度毎度のご説明ではございますが、こちらの、ね、お話していきたいと思います。それがこちらでございます。はい、基本的にビンゴ5はこの上に書いてある表がもうすべてです。1マスに5個ずつ数字があって、数字を選ぶマスが8個ある。で、真ん中がフリーだよということで、こういう風に構築されてるんですけども、ビンゴ5っていうのは、要は例えば丸1、ここの、例えば何番か選んだと。で、そこが一致したよと。じゃあ当選だね。違うんです。ダメなんです。ビンゴ5というものは、ビンゴゲームと一緒で、ライン当選しないとダメだよねっていう競技なんですね。で、じゃあこれをさらに深掘りしていくならば、1ラインですね。いわゆる、ライン当選1個来たね。これで1ライン。ただでも、この1ラインにも2種類あるよね。それがまず1つ目が、フリーを挟む1ラインですね。はい、例えば丸1から丸8、丸2から丸6で丸4、丸5で、丸2、丸7みたいな感じで、フリーをとにかく挟んでるマス、ラインがこれ4本ありますね。で、もう一つがフリー挟まないやつ、もうこれ完全にこう四角みたいな感じで、まあ、要はフリー挟まないラインが存在するんだよということです。で、私が考案しているセパレート購入法、これに関しましては、フリーを挟むラインですね。こちらに着目しております。で、なぜフリーを挟まない方に着目しているのか、簡単です。1マス5ですよね。で、フリー挟んだ場合、例えば丸1と丸8、必ず一致させるために何口必要だ ?5×5 の25が必要なんですね。で、フリー挟まないやつは 5×5×5 で125になるんですね。じゃあどっちの方が手数少ないのってなったら、まあ、25ですよね。つまりフリーを、挟むライン、これを完全にハックしたのがセパレートコンテンツで、これは単純になんですけども、要は 5×5 の25口全部買おうよと。とにかく全部買おうと。1ライン揃えるために全部買うんだーっつってやるやり方がセパレートコンテンツで、その同じく25口買うわけじゃないですか。全部買うぞーっつって、1から8全部絶対揃えるぞっつって、1のね、36、37、38、39、40で、2の36、37、38、39、40みたいな感じとにかく買うぞってやるんですけど、この25口はあくまでもこの1ラインだけでも25口買ってるんで、他のフリーも挟むラインもできちゃうじゃんっていうのがセパレートコンテンツ。そう、バラバラになるんですが、必ず一致するんだよと。絶対1ライン当選が4本出るんだよというのがセパレート購入法なんですね。これがまあ大まかないいところであり、悪いところももちろんある。そのお話、簡単です。25口5000円かかるというね、これは痛手だね。5000円あったらもうユニクロだったら下手したら T シャツと短パン買って、まあ、5250円なんてこともあったりするね。吉牛だったら500円のもう10日食える。ね。そう考えると、まあ正直週1回、ね、5000使う分だったらいいんだけど、毎週5000使えるか、2万5000使えるか、辛いよね。っていうふうに考えると、
まあちょっとしんどい額だなというところはあります。はい、ただまあ必ず1ライン、ね、買い間違えたらダメなんですけど必ず1ライン当選する。そしてこれ万が一です、1トン当たるとき面白い現象が起きるんですよ。25口買う1個だけが1等当選して他は全部外れるっていう超面白い買い方なんですね。でも確実に当たるんで、まあ夢があるといえば夢があるんですが、そのね25口の中の1個だけを当選するために何の数字を入れていかないといけない、それを今から解説するんですが、いつもであれば東京抽選している従来のものね、272回積み上がったデータ全部こと細かくお話ししますよというところなんですが、今回は大阪抽選だけのものをピックアップして解説していきたいと思います。今からセパレート購入法を使うにあたって何の数字今回入れたいんだ、そこの話していきたいと思います。はい、では行きましょう。大阪抽選の全開催分のね、ランキング出しております。それがこちらでございます。で、まず大阪抽選は、現在ですね、ビンゴ5が開催していて、から12回しか開催されておりません。で、なので12回中の番号、まあ、いわゆるトレンドだと思ってください。トレンド数字だと思ってください。まあ、これ見ていただけたら分かりやすいんですけども、まあ、とりあえず、どこのマスの何が出てるの？まあ、一番出てるの、それは分かりやすいですね。で、ただ、いつも言っておりますが、偏りがあるとこ、ないとこ、ね、予想しやすいとこ、しにくいとこ、どこなんだいっていうのをちょっと見ていこうじゃないかということで、まずは、偏りが少ないとこ、つまり、予想しにくく、番号が選びにくいとこ、どこですか？それがこちら。はい。〇7と〇8。ここが非常にね、読みにくいわけなんですよね。はい。で、これちょっと、じゃあ、他のマスもそんなことあるじゃんというふうに見る方いらっしゃると思うんですけども、一応、ここに関しまして、なぜじゃあ、ここが選びにくいのかというところで言うと、一番出現している、いわゆる1位のものが 40% 以下だというところですね。で、例えば、〇7に関しましては、35が4回で1位なんですが、33%。で、一方で、じゃあ、これ、隣ね、丸6で見ると分かりやすいんですけども、29が1位で 42% なんですね。で、他のとこ見ていると、まあ 42% ないし 50% 台のところが1位を、占めているんですが、まあ圧倒的にここは低い。つまり、この〇7と〇8。で、ここは選びにくいんだよっていうところで、ピックアップさせていただいております。はい。まあ、とにかく、まあ、正直、12回分とかなので、まあ、少ないですが、まあ、ないよりいいんじゃないというところで、続きまして、偏りあるところね、つまり読みやすいところどこですか？これ見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい。〇1、〇3、〇4ですね。ここが偏りが多いんです。つまり、特定の数字がよく出ている。つまり、選びやすいよねっていう話なんですね。で、ここは、まあ、さっきの話じゃないんですけども、1位のものがだいたい 50% 台のところ。ここが、まあ、明らかにそうだよね。12回中の 50% だからね。結構でかいわけじゃないですか。で、まあ、特に、全体像を見ていると、じゃあこの偏りあるところの、特に〇4の16。ここが面白い。12回中7回出てる。58% だよね、ということなので、通常だと、〇7の35が一番多く出てるじゃんって話なんですけども、今回は、〇4の16ですね。ここが一番出てるよ、という風になっております。で、まあ、〇7に関しましては35。ここまあ、なんじゃかんじゃ堅調ではあるんですが、まあ、どうなんだろうって、ちょっと選びにくい中の1、なんか選びにくいよね、みたいなところはありますよね。はい。で、ここも実際毎回申し上げておりますが、前回の大阪抽選では何位のものが出ていたんだいというところなんですけど、それがこちらなんですね。あ、これ面白いですね。1位、2位、3位、1位、そして下段1位、1位、1位、1位。笑うよね、これ。笑っちゃうね。そう、1位が基本的に多いんですよ。そう、まあ開催が少ないのもあるので、まあ非常にそうなることはまあ必然ではあるんですが、まあただ面白いのが下段全部1位じゃん、オール1位。じゃあ今回もオール1位で行こうかと選んでしまうとどうなるか、これ簡単です。前回と全く同じになるよねっていうところになるので、いやそれもどうなんだいというふうにちょっと疑問も抱きますので、まあでは上段1位が2つ、2位が1つ、3位が1つなんていう感じで
基本的に全体像としては1位を中心に選びながら、ね、やっぱりちょっと多少冗談のように遊び心のある、まあ2位とか3位とかをちょっとピックアップして選んでいく方が、まあ現実的じゃないかなとは思っております。はい、じゃあ行きましょう。大阪抽選全体像ですね。それがこちらでございます。はい、一応これが全12回分の、出現数字をまとめたものなんですけども、まあ、ここもね、ちょっと実はこう見ると分かりにくいんですけど、非常に面白いところが見えておりますので、その話を今からしていきたいと思います。まずは引っ張り数字なんですが、こちら。はい。一応これが12回中引っ張り数字起きてるよねっていうものだけを取り上げたものなんですけど、これ面白くないですか？で、今まで結構多くても、まあ、40% とかじゃん。めっちゃ多い時で 40%。だいたい基本 30% ぐらいなんですけども、一番多いとこ、83% というとんでもない記録を出してるんですよ。これ大阪の、抽選の今まで僕だけのデータって取ったことなかったんですけど、これ取ってみてちょっと驚きました。え、そんなに？要は10回中だいたい8回ぐらい起きてるということになるので、まあこれは非常に面白いよねと。で、最も少ないところでどれですかってなると、まあだいたい 16%。 はい、まあ、12回中の何回とかなのでそんな感じになるんですけど、まあ10回中1回ぐらい、1回ぐらい少ないところは。で、これめっちゃ面白いの、多いところ見ていくと、まず一番多いところでどこですか？丸8で、その次丸4で、その次丸2ということで、まあ明らかに特定のところだけがまあ多いわけなんですよね。で、そう考えていくと一つで仮説立てたいと思うんですが、じゃあ前回当選番号どうだったのか、2、6、13、16で、21、29、35、36となっているんですが、まあじゃあこっから出るよねというふうな、さらに仮説を立てて深掘りしていくと、多いところで来るならば、じゃあ36、16、6、これ来る可能性ありますよね。で、一方で、まあ、来ないところをピックアップしといた方がいいよとなると、じゃあ2と21。ここ来る可能性あるよね。っていうことが、まあ、要はあくまでも仮説として立てることができるので、まあ、ここ貼っておくのも一ついいんじゃないかなと思います。で、こっからがさらに追加なんですけども、まあ、組み合わせの癖ですね。25分の1の、相性のものをいつも出してると思うんです。それがこちらなんですね。で、ちょっとすいません。なんかシンプルな感じの表ではございますが、黄色色つけてるところ、これ後ほどお話しますが、まずこれ全12回開催のデータとしては、まあ、非常に少ない。ね、25分の1の12回なんで。で、非常に少ない。まあ、つまり当てにならない。いう風になっているんですが、これ面白いのが、ね、黄色のところだよ。黄色のところ。で、この例えば7、16、7、18、8、16、29、40、30、37。これは出現2回あるよと。2回あるけど他も2回あるやつ白になってんじゃんという話なんですけど、これちょっと切り替えます。こちらです。はい。で、例えば、7、16なんですけども、これ2回連続ね、130回、140回のところで7、16出てるわけじゃないですか。で、7、18に関しましても、84回、95回の2回連続できてるっていうような感じなんですね。で、これ25分の1の確率のものなんですけども、連続で出ることあるよ、というふうに、まあ、読み解くことができるわけじゃないですか。大阪抽選でそうなんだと。では、ね、まとめに入っていくと。大阪抽選は、まあ、非常に開催が少ない中で、引っ張り数字の要素がまず多いよねっていうのは先ほどお話したんですが、まあ、ここで、第一指標にして見ていくべきではないかなというのが非常にわかりやすいです。で、そう考えていくとなんですけども、じゃあまず第一指標、ね、引っ張り数字メインに考えていこうねと。で、その次に組み合わせの癖。で、出現ランキングを次に指標にすると、まあいいんじゃないと、いい感じに選べることができるんじゃないというふうな、まあ仮説として立つことがあるんじゃないかなと思っております。はい、ではちょっといつもと違った感じの解説なので、まあデータ不十分なとこもあるかもしれないんですけども、まあ正直、まあいつもだったらこの番号は避けた方がいいよねってお話しするんですけども、まあ開催12回の分でそれが出ない可能性っていうのはちょっと低いんじゃないかなと思っているので、まあそこのお話はしておりませんが、まあ
とにかくね、大阪抽選は大阪抽選独特の癖があったりするので、これを知らずに買うと、まあ、いつも通り買っちゃったりして、いや全然違うやんみたいな感じで、まあ、あの皆さんね、お買い上げ金額がちょっともったいないんじゃないかなというふうに思ったので、まあ、今回ね、私ちょっとしっかりね、解説させていただいております。まあちょっと正直、まあ今回初めての解説だったので、まあそこはちょっと不十分なところもあるかもしれないんですけども、これからまあちょっと大阪抽選は大阪抽選しっかり貼って、まあいつもと違う解説しながら、まあちょっと今回ね、まあ前回の分明日、動画の方をですね、配信させていただいて当選結果見るんですけども、ちょっとこれ大阪抽選だし面白いなと思ったので、ちょっと一回挑戦します。チャレンジします。だから2回連続で珍しく水曜日にビンゴ5の当選結果見れるよっていうお知らせも含めております。はい、では皆様、まあいやちょっとね、大阪抽選なので何とも言えないところあるんですが、まあちょっと面白いデータがあるねっていうぐらいの程度で見ていただいて、まあいつも通り買うのも一つだし、まあちょっとね、大阪抽選だっていつもと違う番号35はやめて、もう16いっぱい選ぶよみたいな感じでね、買っていくのも一つじゃないかなと思っております。はい、では皆様の高額当選を祈っております。ご視聴いただきましてありがとうございました。